姿形ある肉体を持った地球外知的生命体とのコンタクトの直前に起こること。九次元アクトゥリアン評議会。ご挨拶申し上げます。私たちはアクトゥリアン評議会です。私たちは皆様とつながれることを嬉しく思います。私たちは今という時期に非常に多くの人々につながることができて非常に嬉しく思っています。現在ますますの大勢の人々が宇宙に存在しているのは自分たちだけではないということに気づき始めています。私たちは宇宙や他の次元に存在し、皆さんとコンタクトを取ろうとしている多くの評議会の一つに過ぎないということです。肉体を持つ地球外知的生命体とのコンタクトは、それを望むすべての人間たちにとってそう遠くない将来に起こるでしょう。しかし目に見えないものとの接触を求めるなら、それはソースエネルギー、あるいは皆さんが望むなら神、創造主とつながるのを求めることとそれほど変わりません。目に見えない存在とつながることは非常に長い間人間によって行われてきました。もちろん常に懐疑的な人々はいます。そうしたつながりのどこに証拠があるのだろうかと首をひねって疑問視する人々が常にいました。誰も自分が承知したくないことや自分の考えを変えようとしたくないことを誰にも納得させることはできません。しかしながらエネルギーを感じているあなた方は、高次領域に存在している私たちと共鳴しており、私たちは絶えずさらなる大勢の人間たちとつながりたいと思っています。私たちはより多くの人間が目に見えないもの、未知なるものに対してオープンであることを感じていますが、そういったことで他者から見れば少しキテレツ風味な人に捉えられることでしょう。もし皆さんが今地球上で優勢で大半を占める意識のレベルより高く維持して生きていきたいのであれば、平均的な人々には少しクレイジーで少し痛い人に見えても構わず歩むことを望まなければならないでしょう。とは言っても皆さんは種をまいているのです。そして地球上の平凡で典型的で平均的な人生経験を超える方法があるということを、そうした痛いとする捉え方を持つ人々に示しているのです。アセンションについて考え話す人々のうちの大半の人間が今生きている場所、領域を超越することが可能であると気づいており、私たちが肉眼で見えるような姿形で現れる前から高次に存在している私たちにアクセスしようと近づいてこようとしているのです。そして非物質的なものにつながったなら、もちろん皆さんの頭脳の思考ではそれが現実だったのかどうかと疑問に思うこともあるでしょう。当然ながら皆さんには非常に鮮明に見る想像力があります。だからこそ頭脳の思考を黙らせて、その時のフィーリングや振動周波数、波動を探ることが必要になります。そしてそれが
現実であったかどうかを自問する代わりに、自分がどのようにフィーリングとして感じているかを自問してください。受け取ったものが自分にとって有益かどうか、役立っているかどうか、自問してください。そうしたすべてをやり続けるかどうかの基準として使ってください。あなた方はとても繊細であり、かつとても感受性が強いので、自らのフィーリング、感情、感覚、体感を信じることが可能であり、また、そして本物かどうかの疑念を払拭するには、批判的な視点を持って客観的に分析する識別力のある頭脳の思考を使うと良いでしょう。今年1年は非物理的な肉体を持たない存在とのコンタクトを増やし、肉体を持つ物理的な存在とのコンタクトに備えることをお約束しましょう。そして地球外知的生命体とのコンタクトに興奮している人々は、今すぐにでもそうしたステップを踏んでいくことができるでしょう。毎日、さらなる多くの人々がそのような取り組みを行っていると私たちは感じています。私たちは皆さんと一緒に進み、このようなアセンションの旅に参加できていることに楽しみを感じています。私たちはアクトゥリアン評議会です。私たちは皆様とつながれたことを楽しんでいます。いかがだったでしょうか？今回のメッセージが気に入っていただけたら、コメントで教えてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。あなたの日々が幸せでありますように。幸せの法則でした。